ユーラシアとは、ドイツ原産の犬種である。犬種名は作質に用いられた犬種が、ヨーロッパ州とアジア州、ロシアをまたいで、ユーラシア大陸が原産地であることにちなんで付けられた。旧称は、ウルフ・チャウ。1960年代に、ドイツで作質された。はじめは、同国原産の牧羊犬種、ジャーマン・ウルフ・スピッツと、中国原産のチャウチャウを掛け合わせ、 そのミックス犬をもとに洗濯繁殖を行って、作り出された犬種で、2種の犬種名から取って、ウルフチャウと呼ばれていた。このウルフチャウの犬質を向上させるために、ロシア原産のサモエドの地を導入し、さらに改良を加えた末に完成したのが、このユーラシアである。なお、サモエドの地の導入は、犬質の向上だけでなく、人懐こく優しい性格を加えるのに大いに役立った。 完成後すぐにその性格の良さから、ドイツ国内で知名度が上昇し、完成度の高さから早くも1973年には、不思議に公認された。なお、ユーラシアの本来の死役は愛眼犬であるが、専門家によっては、ソリーヌなどとして分類されている場合もある。しかし、実際にはほとんどソリーヌとして使われることはなく、なぜこのような分類がされたかは、よくわかっていない。 ふわふわのロングコートを持つスピッツタイプの犬種である。足は太く、目つきは優しい。ちゃうちゃうの血を引いているため、青じとの個体も多く存在する。体高45から56センチメートル、体重20から32キログラムの中型犬で、性格はとても優しく、人懐っこくて寂しがり屋である。そのため、主人を変えたり、一人での留守番が多いと強い。 ストレスを受けてしまう。しかし、子供と遊ぶことが好きなため、子供の遊び相手として最適である。毛色は、フォーンや、ウルフなどで、マズルや耳の黒いブラックマスクを持つ。ありがとうございます。